えー、ゴリラに乗ってたのですね、125cc の選択肢はなかったですかなかったです。原付き免許しか持ってなかったのと、あと、あの、えっ、ー、とね、その、えー、50cc で抱えて動かせるっていうのが割と良かったんですよね。あの、割とその、まあ、モンキーとかウグいとかって軽いので、あの、いざという時に、あの、足ついて無理やり方向転換できるんですよ。あの、ちゃんとしたバイクになると、もうその、 足ついて、その、あの、要は無理やりあの、バーンって方向を変えるとかってできないんですけど、そのゴリラとかモンキーレベルだと、その足を軸にして持ち上げて回転するとかっていうのが結構できたりするんですよね。っていうのがあったりするので、そこら辺のその、あの、手軽さっていうのも含めて、割と良かったのと、あと燃費がいいですよね、ゴリラとか 50cc は。